はい、本日はですね、購入品の紹介になってるんですけども、デッドストックの米軍支給の BDU ジャケットを購入したという動画になってます。で、今のワードがですね、多分服好きじゃない方とか服よく知らない方からしたらわけわからん話だと思うので、まあ、一つ一つ直訳していくと、デッドストックっていうのはですね、まあ、直訳すると死の在庫ということになってて、まあ、死の在庫ってどういうことかというと、まあ、よく言えば新品の状態のままずっと保管され続けてるアイテムっていうことになってて、悪く言えば売れ残ったアイテムとか、まあ、B 級品っていうことになってるんですけども、まあ、それがまあ購入したっていうことになってて、そのデッドストックは何なんかっていうと、まあ、米軍に支給されてる BDU ジャケットをまあ買ったっていうことなんですが、まあ、そのジャケットを買ったっていうことで、まあ、BDU っていうのがですね、頭文字を取ってるんですけど、バトルドレスユニフォームっていうのの頭文字で BDU っていうことになってて、まあ、戦闘時の清掃の服ってことなんですけど、よく映画とかで海外の軍隊の人が着てるジャケットとかあると思うんですが、あれが BDU ジャケットって言って、まあ、要は戦闘の時の清掃の服なんですが、まあ、それが新品の状態のまま売られてたので、それを買いましたよというのが先ほどのタイトルの紹介なんですけども、それがデッドストックの米軍支給の BDU ジャケットを購入したという一文になってるんですが、まあ、それのご紹介を今日はしていきたいなというふうに思います。まあ、早速なんですけども、アイテムっていうのがこちらになってですね、今回はこのベージュの、まあ、BDU ジャケットを購入したっていうことになってるんですが、もう早速開けていきたいなと思います。はい、という感じで、こういう感じのジャケットになっております。まあ、最近ですね、結構ミリタリーのウェアとかが結構流行ってたりすると思うので、やっぱりアウトドアが流行ってるのはもちろんそうなんですけど、ミリタリーのウェアとかも結構機能的なアイテムになってるので、やっぱり男心をくすぐるというか、そういうこだわりとかが結構詰まってたりするので、まあ、その辺のご紹介をしながら最後はサイズ感とかも見てもらおうかなというふうに思うんですが、まずですね、このジャケットを僕が買った理由っていうのがですね、いくつかあるんですけども、それをまあ順番に紹介はしていくんですが、まず一つ目っていうのが、レプリカではなく本物の米軍支給品というところが、まあ、ちょっとクラッときた男心をくすぐられたポイントになってるんですけど、まあ、こういうのって今結構いろんなブランドから BDU ジャケットって出てるんですけど、まあ、それはあくまでこういう本物のやつをモチーフに作られてるっていう感じになってて、まあ、これをまあサンプリングして作ってるっていう感じなんで、まあ、元々の大元というか見本となってるのはこのジャケットになってるんですが、まあ、これがそんなに古いものではないんですけど、2007年、会計年度が2007年っていうことになってるので、一応ですね、会計年度っていうのが2007年になってるんですが、これ古着好きな方だったらご存知だと思うんですけど、まあ、会計年度ってその時の予算で支払われた年度になってるので、もしかしたら作ってるのはもうちょっと前なのか、それとも2007年なのかは分からないんですけども、まあ、ひとまず2007年に米軍が、予算として作ったアイテムということになっててですね、まあ、それが、新品の状態のまま僕の今手元に来てるという感じになってるんですけども、そもそも結構古着とかでデッドストックって結構出回ってたりとかしてて、なんでそもそもそんなん出回んねやろなと思って、特にこういう軍の服とかで日本で考えればこんなん出回ることって、まあ、ありえないと思うんですけど、なんでこんな米軍では出回んのかなと思ったら、まあ、いろいろ調べていくとですね、まあ、何個か理由はあるらしいんですけど、まあ、そのうちの一つとしては B 級品とかが、まあ、いらないからっていうことで放出されたりするっていうこともあったりとか、まあ、それ以外にはその軍隊の兵士がちょっと小遣い稼ぎに余ったジャケットとかを普通に売っていったりするっていうこともあるらしくて、まあ、そういうことが原因でこういう一般の人に放出されていくっていうことになってるんですが、まあ、それがどういう経路でここに来たんかわからないんですけども、一応まあこれも米軍支給のデッドストック品ということになってます。まあ、なので本物のやつがこう手元に来てるっていうのは、多分男性の方とかやったらうわめっちゃワクワクするなと思うんですけど、女性の方からしたら別にサンプリングであろうが別に他のブランドのものであろうが別に一緒やったら変わりないやんと思うとは思うんですけど、まあ、これをもしかしたらアメリカの兵士の人が着てたかもしれんと思うと、あ、めっちゃいいなと思うんですけど、まあ、それが一つ目のいいところで、二つ目っていうのがリップストップナイロンっていうのを使ってるんですけど、これもしかしたらノースフェイスを好きな方やったらピンときたかもしれないんですけど、実はノースフェイスのジャケット、ヌブシジャケットとかでもこれ採用されてる生地の製法なんですけど、リップストップナイロンって言って、実はですね、生地を格子状に編まれてるんですけど、この格子状に編むことによって引き裂きとかに強いっていう効果があるので、結構アウトドアのそれこそジャケットもそうですし、キャンプ用品とかのテントとかにも使われてたりするので、結構その強度を高めるために使う製法としてこのリップストップナイロンっていう生地をよく採用してるんですけど、まあ、このジャケットにも全ての生地はリップストップナイロン
を採用されているということになっているので、まあ、引き裂きとかにも強いのでちょっと引っかかったりとかしても破れにくかったりとかするので、まあ、その辺はやっぱり米軍で使うだけはあるなっていう感じはするんですけど、まあ、そういう生地を使われているということになってますので、見た目だけがかっこいいわけじゃなくて一応生地とかも機能的に作られているという感じになってます。で次がですね、これ生地がコットン 50% とナイロン 50% で作られているので、触った感じはコットン100かなと思ったんですけど、実はナイロンも入ってるっていう風になってるので、ナイロン入ってるっていうだけで強度はさらにアップしますし、 50% 逆にコットン入ってるっていうところも、まあ、通気性が良くなったりとか、あとまあ火にも強くなるので、例えばキャンプの時とかでも使えたり、バーベキューの時とかでもパッて羽織っても破れなかったりとか、火の粉が飛んでも破れなかったりするので、まあキャンプの時とかも使えると思いますし、もちろん待ち着でも使えるっていう感じになってて、でコットン50のナイロン50やったらもう洗濯とかもうこのままガンガンできるので、手入れとかも何も考えずに普通に洗濯していけるっていう感じになってるので、まあ取り扱いも結構楽なんかなというふうに思います。その次がですね、まあその洗濯をガンガンしていった後に起こることなんですけど、多分ガンガン使っていけば、今これまだ新品なんでちょっとパリッとした感じがあるんですが、まあどんどん洗濯していけばですね、ちょっとよれてきたりとか、このポケットがボンって前に出てきたりとかすると思うので、まあ、そうなってきたら自分なりの味が出てくるというか、まあ、経年変化があると思うので、まあ、こういうジャケットってガンガン使ってなんぼやと思うので、まあ、そういう風に味が出てきたら楽しみやなと思うんですけど、まあ、買った時だけじゃなくて、まあ、使っていくことも楽しめるっていう、まあ、男心をくすぐる感じやと思うんですけど、まあ、そういうところもいいなと思いまして、まあ、購入したっていうことになってます。そして次はですね、このジャケットを使った、まあ、コーディネートみたいなのを、まあ、軽く3パターンぐらい見てもらおうかなと思うんですけど、まず1つ目のパターンっていうのがですね、こちらになっててですね、まあ、このジャケットに、まあ、黒のパンツを合わせてるっていう感じになってて、まあ、至って結構シンプルな感じの合わせになってるかなというふうに思うんですけど、まあ、普通に合わせるんやったらこんな感じでロンティー着て、まあ、黒のスラックス履いてこのジャケットを合わせるっていう感じになってるので、まあ、これやったら普通にデートとかでもいけると思いますし、まあ、カフェとかでもいけるんかなというふうに思うので、まあ、ベーシックな着方としてはこんな感じかなというふうに思います。で次がですね、中のロンティーをシャツに変えてるんですけど、まあ、それをするだけでグッとイメージが変わるというか、ちょっと綺麗めな要素が出てくると思うので、まあ、先ほどの着方よりもより小綺麗な感じというか、もともとこれがアメリカのテイストがちょっと強いので、カジュアル要素がちょっと強くなりすぎるので、あえてシャツを中に入れて、まあ、綺麗め要素を足していくっていう感じにすれば、まあ、バランスが一気に整ってくるので、まあ、大人の方とかであればこういう着方、特に30代40代の方とかやったら、まあ、こういう着方っていうのが一番かっこいい着方になるかなと思うんですけど、まあ、こういうシャツを取り入れたような着方ができたりとか、あと次はですね、これ20代の方がおすすめかなと思うんですけど、まあ、こうやってあえてこのジャケットをアウターとして使うっていう感じにして、まあ、中にパーカーを着てるんですけど、こういうフードがちょっと出るだけで結構子供っぽいというか、若々しい印象になると思うので、まあ、変に20代の方が背伸びしてシャツとかを着るよりも、まあ、パーカーとかで等身大の感じの方がまあかっこいいと思うので、20代の方とかやったらこういう中にフード付きの、まあ、パーカーとか入れてコーディネートするっていうのはまあありかなというふうには思います。で次が最後なんですけど、これちょっと攻めた感じにはしてみたんですけど、まあ、あえて同系色で上下やってみて、で中のインナーで黒く引き締めてるっていう感じなんですけど、これに関してはちょっと難しいというか、合わせがちょっと微妙な感じはあるので、まあ、人によって好みはあると思うんですけど、まあ、こういった同系色であえて合わせるっていう感じも、まあ、なしではないかなというふうには思います。まあ、このジャケット自体がですね、ベージュなんですけど、黄色系というよりかはどっちかっていうと、まあ、オフホワイトに近いような色味になってるので、まあ、中のインナーとかパンツとか、まあ、靴によっては秋とかでも結構着れる感じになるんかなって、まあ、個人的には思ってるので、まあ、春だけじゃなくて秋も着れるようなジャケットっていうことで、まあ、さっと羽織れて、まあ、ガシガシ着れて使い勝手がいいんじゃないかなと思って、まあ、購入したっていう感じにはなってます。ではですね、次は着用動画見てもらって、まあ、後ろのサイズ感とか、まあ、実際動いてる感じの様子とかを見てもらいたいなと思います。では僕がですね 178cm 65kg で、こちらがですねミディアムレギュラーというサイズを着てますので、まあ、ちょっとアメリカサイズの M サイズなので、ちょっと大きいは大きいんですけど、あえてダボっとした感じで着てますので、そちらの様子をどうぞ。はい、という感じで、まあまあ結構大きいスタイルやと思うんですけど、まあ、細かいところにはなってるんですけど、こういう袖口とかはボタンがですね3箇所あってですね、自分の好きなサイズに調整できるっていうことで、このように1
箇所、2箇所、3箇所ってボタンがあるので、一番奥のところで締めれば一番小さくなりますし、真ん中のところやったら真ん中ぐらいってなるので、まあ、僕はこの真ん中のところで止めてるのがちょうどいいんですけど、まあ、この辺のサイズを調節して、あとはちょっと腕まくって着てみるっていうのもまあ周りかなという感じでは思います。まあ、ちょっと僕もこれ今までちょっとトライしたことないような感じやったんで、まあ、実際どういう感じで着ていくかって、まあ、これから着てみやなわからないんですけど、まあ、洗ってみたらもうちょっとパリッと感がなくなると思うので、まあ、洗ってガンガン着ていって自分なりのコーディネートを探していこうかなというふうには思ってます。はい、という感じになってますので、本日はですね、デッドストックの米軍支給 BDU ジャケットを購入してみたという動画になってます。ではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。